リンゴルフの視聴者の皆さん、こんにちは。お花です。三重県です。初三重県ですか。はい、僕初三重県です。まあ、ゴルフ場は四日市の里ゴルフクラブに来てまして、うん、ゲームを用意してます。25個マスがありまして、15マス60ポイント以上で、はい、これがいただけるということで、はい、天岐阜を3000円分プレゼント、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今何マス？今7個埋まりました。おー、いいペースじゃないですか。15だからね、あと8歩でしょ、はい、3ホールでもう7空いてんだよ、うん、確かに次の3ホールでも順調にいけば、うん、いい感じですね。いけると思います。あ、いつもそう聞き忘れちゃうんだけど、うん、平均スコアって大体どのくらいなんですか？平均スコアは100から120を結構幅広く、まあ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 、その日の調子で行ったり来たりしてます。結構今日調子いいんじゃないですか？今日は今のところは調子いいです。でもちょっとメンタル崩れやすいんで次から心配。何があったらやばいんだ。こんだけ順調だとちょっと心配。多分ウキウキしすぎてヘッドアップしてきて。ああ、わかる。わかりますか？ちょろやる、そういう時。ちょろしますね。やる。空振りちょろやる、そういう時。気を引き締めて頑張ります。ですね。インスタの名前、うん、お花ちゃんのお花。はい。お花は、なんか、もともと、一時期なんですけど、お花が好きで、フラワーアレンジメントとか習ったり、それをちょっとお仕事、としてやってたことがあって、でそっちのインスタもあったんですよ。お花メインの。なるほどね。とかお花屋さんを紹介するようなインスタをやってて、それもちょっと伸びてきてて、その時にお花ちゃんって呼んでもらえるようになったので。なるほどね。それを引き継いでゴルフの方でもお花ちゃんで。ああ、なるほど。通しました。なるほど。だからあれか、キャリーバッグを。キャリーバッグも、ね、最初言ってたもんね。はい、お気に入りです。誰とも今のところ被ってないです。納得です。あ、来た、パー5。え、ロング。バランスいいな、うん、バランスいい。なんかドラマがありそうですね。確かにこのロングはちょっと大変そうですね、うん、あ、バンカー多いな。レジースでも400あるし、ちょっとバンカーには入れたくないですね。まっすぐフェアウェイに。うん、ナイスキック。いいキックしてくれてフェアウェイ行きました。ちょっと持ってるな。今日持ってますね。今日良かったです。あの、うまい方を取ってもらえて。普段下手な時かなり下手なんで。ゴルフは5、6年やってるんですけど、うんうん、ずっと120とか130ばっかりで、最初の3、4年間は。あ、僕もそうです。あ、本当ですか？似てる、うん、そう。で、全然うまくならなくて、しばらくすげえ暗いトンネルでした。そうですね。で、この1、2年でゴルフにハマって頑張るようになって、ついこの間7月ぐらいに100を初めて切れたんですよ。おー。そのスコアが99で、今のベストスコアです。あ、それは楽しいね、今年はね。そうですね。あ、いいですね、いいですね。ちょっとまあ先が見えてきたので嬉しい。確かに自信になるよね。はい、増えました。自信になりました。誰かに習ったりとかしてるんですか？最初はあの打ちっぱなし場のレッスンみたいなところ通って7番練習してたんですけど、うんうん、その後はあんま習ってなくて、ちょっと前にライズアップゴルフさんに通って。お、何ヶ月だろう、去年か、もしかしたら今年、うんうんうん、はい、にライズアップゴルフさんに通って、そこで結構基礎とか今まで自分が分かってなかったところとか教えてもらって、それから上達したというかまとまった気がします。めっちゃ成果がありました。ライズアップゴルフってあれだよね、コースは行かないでしょ。シミュレーションでずっとやるの？コースもやる？あ、そうです。シミュレーションでずっとやります。コースレッスンはない？コースレッスンももしかしたらあるのかもしれないですけど、私はやってないですね、うん、そう。でもシミュレーションゴルフだけでマネジメント学べるんですよ、すごい、うん、この単純にここ行っちゃった時はこの番手打った方がいいとか、はい、多分そういうのを習うと思うんですよ。そうですね。だからコース行った時に結構いろいろ引き出しがあって、確かに結果に本当に出やすいと思うんですよ。本当それ通ったおかげで縮まったのかなって今となってですけどね。そのすぐにはやっぱ効果は出なかったんで、うんうんうん、でも思い返せばそれで上げる位置とか
打ち方とかも、ね、いろいろ教えてもらえたから、うんうん、ちゃんと結果を出してそうちゃんとコミットしてくれましたね。期間中ではなかったですけど、いやでもそうそう力が絶対ベースの力はあれつくんですよ。そう100切りが目標だったのでずっと。うん、ナイスです。うんうん、まずまずいいじゃん、いいじゃん。はい、でも最近ちょっと崩れてたんで、なので昨日も練習に行ってきました。というかやっぱ練習は大事ということですね。あんま練習するタイプじゃないんですけど、ランド回数がなんせ多いんで、週に2回とか、それどうにかなっちゃう、うん、そう、うん、あ、バンカー行かないで。あ、思ったより飛ぶね。バンカー行っちゃったかもしれない。行っちゃったかもしれない。向きが、向きミスりました。4打目か。4打目、4打目。これ4打目です。よし、頑張ろう。はい。あ、ちょっとでかい？うまいね。あ、いいよ、クリーンに。フォーン。これでワンパットできたらまた、そうだね。パーですね。できるよ、ワンパット。緊張する。プレッシャーが溜まってきますね。強気、強気でいっちゃった方がいい。強気で登り出し、ちょっと登ってるし。ちょっと登ってますか、これ。うん。あ、確かに。ちょっと強すぎた。ああ、OK です。ありがとうございます。ダーボでした。はい。今日初スリーパット。てか登ってるかと思ったら、よく見たら下ってますね、あそこ。え、最初のパット。はい。これちょっと言わないでよ。なんか騙したか。騙した。今のマジで騙されました、私。え、本当に？え、だってほら下ってますもん。ちょっとあれ見る、あれ見る。ということで、だまちょっと信じちゃいけない。ちょっと口チャックしとこ。私あの素直なんですぐ信じます。やばいよこれ。インスタゴルフ女子の裏側。そうやって撮るんですね。私の棒みんなにすごいって言われるんですけど。うん、めっちゃ伸びるんですよ。あー、なるほど。あのおーおー、めっちゃすごい、なんか伸びる。これでいつも撮ってます。いろんなものを駆使してちょっと下に置くんだ、身長より。ここまで入れたいから、うん、ちょっと下目から撮ったりします。あー、なるほど。あ、そっかそっか、入んないもんね。そうですね、今日めっちゃ漏れるかも。本当に光が綺麗。サムネ用、この YouTube のサムネ写真を。え、どんな感じで撮ったらいいんだろう。お花ですって。お花ですみたいな。お花ちゃんだよって。OK。なんか、あ、カートで見てこなかったけど、クリークありありますね。そう、はい、かな。まあでもあそこまでは多分届かないんで、うん、行きます。うまっ。これもなかなかいいですね。ど真ん中にいてくれました。いや、思ったよりしかも転がってっちゃっていいじゃないですか。よかった。あとはクリークを無事越えるだけですね、うん、多分横側の方が映りがいいんですよ、私は。あ、綺麗に。さっきね、撮ってた動画を見て、うん、そう、なんか気にしてたそう、普段やっぱインスタ加工で撮ってるんで、うんうん、自分の中でも加工の顔しか見慣れてなくて、うんうん、不意にノーマルカメラとかで撮られてると。そうだよね、そう、YouTube はねそれがあるからねそう、うん、そうそうそう。なので今日はちょっとそのドキドキもありますね、うん、みんなにちゃんと受け入れてもらえるかな。全然大丈夫ですよ大丈夫ですか、そんな変わんないですかね、うん、でも角度はあるよね。なんかインスタさ、やっぱさ、こだわりの角度で、うん、いい優れた一枚とかを撮るじゃん。そうですね、で、自撮りで自分で見れるし。そう、だからさ、正面からとかってあんまさ、ないからさ、確かにこういろいろ角度つけるから、うん、結構動画だと顔を向くから正面とかになるから、はい、そう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 、恥ずかしいユーティリティで。カラーボールを持ってきてないって言ってたから、カラーボールを拾わなきゃいけないんだよね。まず拾うのがそうミッション。ミッション。なかなか拾わないですからね。でもアルクリークにさ、
ありそうじゃない？けど取れなくないですか？だからみんな置いてくる。ちょっと狙いは分かんないけど行くとこに。うまい。超えたけど。うん。まあまあしょうがない。ちょっと深めのラフに行きました。です。ありました。残り40ぐらい。このサンドで上げて打ちます。はい。あ、ちょっと左だけど、まあいっか。うん。まあまあまあ。また遠いところに。ちょっとこぼれちゃった。つけちゃいました。ボールの場所自体はね、平らだったけど、まず足の場所があれだったね。ちょっと悪かったですね。踏ん張んないとダメそうなところ。向こう向いて打っちゃったかも、しかも。あ、ちょっとでかかった。おお。ちょっと優しかった。うーん、OK です。もう一回ぐらいです。OK ですか？ OK ですよ。ありがとうございます。ダボです。はい。はい、ちょっとこのグリーン難しかった。うん。うねうねして。すごいぐるーって回ったもんね。ねえ、そうですよね。なんかカラーボールもらっちゃいましょう。カラーボール前の優しいダンディーな方たちがくれました。いつもありがたいよ。なんかこう撮影みたいな感じで聞いてもらってね。そう、めちゃくちゃ紳士な方たちだった、うん、興味も持ってもらえて、しかもリンゴルフのことを知ってらっしゃる方たちでした。うんうんうん、すごい嬉しい。うん、ちゃっかり金土日ですって宣伝までしちゃった。この企画は金土日です。じゃあ次15ホール、ホール紹介。ここは右に池があって、うん、左はちょっとラフの足場が悪いのでま、うんうん、っすぐ打ちたいなって感じです。で、うんうん、バンカー、あ、グリーン周りにもバンカーがあるのでそこはちょっと行ってから考えます。なるほど。317ヤードです。パー4です。はい、じゃあホール紹介クリアってことで。じゃあ行きたいと思います。はい、いい。あ、ちゃんとまっすぐ飛んでくれました。いやこれはあれですよね。狙い通りめちゃくちゃ安全な位置に落ちました。もらって、そうですね、あの前の方たちからもらったからボールが良かったのかもしれない、うん、見てくれるかな。ちょっと見てくれた時のためにお礼を、うん、カラーボールありがとうございました。おかげでいいショットが打てました。ドマっすぐです。ドマっすぐ。じゃあフェアウェイのいいところに落ちてくれたので、はい、5番ユーティリティでいきます。あ、めっちゃトップした、うん、トップしたけど、でも前に進んでるからね、うん、全然 OKOK。 また出てきてくれたし全然 OK です。よかったです。池に行かなくてよかった、うん、2打目で。さて3打目です。はい、ちょっとバンカーがあるのでバンカーは避けたい、うんうん、届くかな。なんかちょっとつま先下がりで打ちにくいかも。うん、うまい。あ、いい感じです。あーとちょっと届かなかったけど、うんうんうん、次ですね。はい、まあでもあれは乗っちゃうとすげえスーパーロングパットなんでアプローチで寄せるぐらいが、うん、の方がやりやすそうだよね。めっちゃクラブ迷う。ピッチングでやります。いけ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 。おお、なんとか耐えたか。あ、なんかちょっと戻ってきてる。止まる？動いてる？あ、動いてる。動いちゃってる。戻ってきてますね。二段グリーンの壁が。あ、うまい。惜しい。惜しい。やった、うん、入りました。このホールダボです。はい、
ウェア紹介。本日のお花ちゃんコーデお願いします。イエーイ。今日は全身ワックさんで揃えてみました。はい。そう、お誕生日プレゼントでワックの、うん、あのカバンとこのウェアをもらったのがきっかけなんですけど、どうせなら帽子も、うんうんうん、靴下も揃えたいなと思って。うん。備えてみました。茶色が秋っぽくてめっちゃ可愛いと思います。秋冬ワックのキャラクターが可愛いですよね。何でしたっけ、これワッキーです。あ、そうなの。ワッキーっていう名前らしいです。可愛いですよね。韓国のブランドなのかな。あ、そうですよね、うん、ね、で若い子にも今人気だと思うので、うんうんうん、私の友達もヘッドカバーとか使ってる子多いです。うん、どうでしょうか。いい感じです。ちょっと一周、一緒に回ってくれるんですか。私が回ればいいですか。うん、なんかこのプリーツだけちょっと秋冬じゃなくて春夏のシーズンらしいんですけど、色が落ち着いてるので、うんうんうん、ね、めちゃくちゃ可愛くてお気に入りです。このトップスもすごい大人気って言ってました。グローブも可愛いですね。はい、グローブはパーリーケーツで、これがなんていうの、マーカーになってます。隣もこっちもマーカーになってます。ダブル、はい、で私ここあんまつけないんで、うんうん、よくあマーカー忘れたってなるんですけど、これならペッてできるから便利ですね。忘れっぽい人にも、うんうんうん、めちゃくちゃ好評ですね。みんなに可愛いって言ってもらえます。うん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 、こんな感じです。はい、ありがとうございます。はい。